こんにゃく。こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく。学名、アモーフォーファラスコンジャックは、里芋科の植物、あるいはその休憩から製造される食品である。古くからこんにゃくを食用としてきた、主な地域は、日本、中国、ミャンマー、韓国などのアジア各国であるが、和食ブームとともに、低カロリーの健康食品として欧米にも広がりつつ、 こんにゃくの原料となる、こんにゃく芋の2007年度、平成19年度の日本での収穫量は6 6 9九百トン。主産地は、群馬県で、第二位栃木県、第三位茨城県と続いて、日本では、約95%は、北関東で生産されている。里芋科の火力多元創植物で、学名は、アモーフホーファラスコンジャック。英名は、エレファントフットあるいはデビル。 エスタンとも言う。地下茎はこんにゃく芋、こんにゃく芋と呼ばれる。原産地はインド、またはインドシナ半島、ベトナム付近とされ、東南アジア大陸部に広く分布している。扁平な円形の地下茎があって地上にはだけを出す。茎、実は、傭兵は高さ1メートルほどに伸び、先端は平らに開いて鳥足状に小葉をつける。小葉は柔らかくて、艶があり、楕円形。 株は次第に大きくなるが、ある程度大きくならないと、花はつかない。栽培下では5から6年で開花する。開花するときには、葉は出ず、また開花後に株は枯れる。花は全体の高さが2メートルほどにもなる。いわゆる肉母家女の付属体は円錐型で、高くまっすぐに伸び上がり、仏園方は上向きに、ラッパ状に開き、全部伸び出した部分は背面に反り返る。 花全体は黒っぽい紫。独特の匂いを放つ。生のこんにゃく芋は中酸カルシウムのえぐみが強く、食用とするためには茹でるなどの下処理を行う。なお、禁煙種の山こんにゃく、A キーナネス、または A ハータスバル、キーナネスが四国南部から九州、南西諸島、台湾に自生している。通常、 こんにゃくと呼ばれる食品は、こんにゃく芋に含まれる、こんにゃく万ンという多糖を固化し、アルカリ液、通常水酸化カルシウム水溶液が用いられるが、かつては灰を水で溶いた汁を使ったを用いて、凝固させたもので、ぷにぷにとした、独特の食感を持つ。一旦凝固させたこんにゃくは、水溶性を持たず、強い弾力を示す。通常、ビニール袋やプラスチック製のパック詰めで、 販売されているが、缶詰などで販売されているものもある。独特の臭みがあり、調理に際しては、一旦煮込んでアク抜きをするが、今日ではアク抜きが不要な製品も多く見られる。こんにゃくのカロリーは 300g、1枚で 21kcal ロロと非常に低く、4つ切りのこんにゃくおでんに 2g の練りラシをつけて食す場合、つけた練りラシの方がカロリーが高い。 からし6キロカリー、こんにゃく5キロカロリーほどである。食物繊維が豊富なこともあり、ダイエット食品、健康食品としても人気がある。しかし、メッケル形質保有者や遺説上を行った人は、超閉塞を起こしやすいとする報告がある。日本への伝来時期には、諸説あり、アスカ時代に医薬として、仏教と共に伝来した、あるいは、縄文時代に、 里芋と共に伝来したとも言われ、その後、水古天皇の時代に、本格的に中国から輸入されたと入れる。その目的は、砂払い、成長の薬効であったが、鎌倉時代までに食品として確立し、精進料理に用いられるようになった。しかし庶民に広まったのは、元禄年間の頃である。中国では、貴州省や雲南省、 四川省など少数民族がが、多いい地地域でででよく食され、それそらののは、マイモという名称の方が一般的である。日本と似たような煮物や惣菜のような調理が多いが、これらの地方の小キッズでは、こんにゃくをステーキのように焼いたものに、唐辛子や薬味がたっぷり効かされている。こんにゃくの成分は96から97%が水分であり、 それを除くと主成分はグルコマンナンである。グルコマンナンはグルコースとマンノースが2、3から1、2の比率で重合した多糖類の一種でこんにゃくマンナンとも呼ばれる。人の消化管ではほとんど消化されず、腸内微生物により一部脂肪酸に変換されて利用される。このためカロリーが極めて低い食品1 0 0ムあたり5から7キロカロリーの一つとされ、 摂取カロリーを制限する必要のある場合の食品素材としてよく利用される。グルコマンナンとグルコースを同時に摂取した場合、グルコマンナンには血糖値上昇抑制効果があった。グルコマンナンの粘性によるグルコースの拡散抑制が影響した可能性があるが、セルロースやプルランでは効果が認められなかった。なお、プルランは粘性が高いものの人体の消化酵素で、 消化されてしまう。休憩を粉状、実際には単に休憩を粉砕した、荒粉と万ン,ンを生成した製粉に分かれ、こんにゃく製造の際は、双方を混合してモチールにして、水と共にこねた後石灰乳、小石灰を少量の水でけんだくたもの、水酸化カルシウム水溶液、炭酸ソーダ、炭酸ナトリウム水溶液、または、 草木の灰を水に溶いたものを混ぜて煮沸して固める。1776年、安永五年、水戸藩中郡山形村農民の後に、苗字立て脇を許された中島東衛門、1745年から1825年が乾燥した休憩が腐らないことにヒントを得て、粉状にする子を思いついたとされる。こんにゃくにひじきなどで色をつけるのは、昔は、 皮ごとすりおろした芋を使っていた名残である。江戸時代に製粉法が開発されて白いこんにゃくを作ることが可能になったがこんにゃくらしくなと評判が悪かったため意図的に色をつけるようになった。大見八万には32酸化鉄を加え赤色に加工した赤こんにゃくがある。なお、こんにゃく芋には劇物の集酸カルシウムが含まれるため加工には細心の注意が必要である。 ゴム手袋を使うのが理想的。関東では材料を細い穴から押し出してから、凝固させて作る細い糸状のこんにゃくを、白滝、白滝と呼んでいた。これに対して、関西では、板こんにゃくを細く切って、糸状にしたものを糸こんにゃくと呼んでおり、製法の違いもあって両者は別物と言われていたが、現在は糸こんにゃくも、 細い穴を通す製法になったために両者を区別する方法はなくなったとされる。このように細い糸状のこんにゃくを主に関東地方では白滝、関西地方では糸こんにゃくと呼んでいる。なお近年は東西問わず白い白滝やおでん用に機械で巻かれた結ばれたものが普及しているため白いものを白滝、こんにゃく色のものを糸こんにゃくと呼ぶことが 一般的である。2010年代に入ったあたりから、フランスでは低カロリーで調理時間が短くて済むパスタの代用品などとして、白滝が比較的利用されるようになった。こんにゃくは主におでん、煮物、味噌汁、豚汁など、汁物や鍋物の具に使われる。また、串を刺して、味噌タラガの素材としても用いられる。白滝は、すき焼きなどに使用される。 板こんにゃくは味が染み込みやすいように手でちぎって調理されることもある。玉状のこんにゃくを3個か4個程度ずつ割り箸に刺していき、大鍋の中で醤油ベースの汁で煮込んだもの。玉こんにゃくを煮るときは出汁を使用し日本酒を入れると美味しくできる。食べるときはからしをつけることが多い。山形県では観光地、祭り、 学園祭などで必ずと言っていいほど売られている。また、東京などにある山形の郷土料理を売り物にする居酒屋でメニューにせられていることもある。略して玉ンと呼称することがあるが、これは株式会社平野や山形県の登録商標である商標登録番号第76万2418号。山形県内陸部で玉根に役が浸透した理由として、 地域的に貧しく、砂糖や米粉が満足に手に入らなかった、江戸時代当時に、宇宙海道筋の茶屋において、団子の代わりとして供されたのが、始まりとする説がある。こんにゃくの中でも、製粉から作ったものは、アクが少ないため、生のまま刺身にして食べることもできる。角型に成形されたものを薄く切って食べることもできる。ほか、刺身専用に作られたものも市販されている。 刺身こんにゃく用に作られたものは、食感のためか表面をやや荒くしてある、風味や外観を変えるため青のりやごま、人参などで着色してあるなどの特徴がある。またこんにゃくは味が淡白なため、刺身こんにゃくには醤油ではなく酢味噌をつけて食べることもある。レバー生食の規制強化に伴い、代替としてレバー刺し風味のこんにゃくも出回っている。 薄く切ったこんにゃくの中央部に切れ込みを入れ、切れ込みの部分をひねりねじったもの。見た目の面白さに加え、表面積が大きくなるため煮物にすれば、味の染み込みが良くなる利点がある。冷凍したこんにゃくを解凍すると、繊維質が残って、スポンジ状になり元の食感は失われる。この性質を利用して凍らせたこんにゃくを肉代わりに、利用する調理法がある。冷凍する前に、 目的のレシピに合わせ、こんにゃくをカットしてから冷凍することが重要。電子レンジでの解凍は食感を悪くするため、凍らせたこんにゃくは必ず自然解凍、または熱湯をかけて解凍す。発案書籍は、氷こんにゃく調味味レシピ、橋詰沢子、牧野出版2014年6月初版。製造過程で32酸化鉄を混入して、着色した、華やかな赤色のこんにゃく。 滋賀県の大見八幡地域でのみ、長年流通してきたこんにゃくで、むしろこの地方では赤こんにゃくしか製造を流通していなかったため、60代以上の世代の人の中には赤以外のこんにゃくがあることはつい最近まで知らなかったという人もいるほどである。近年は京都方面でも流通し出している。粉末のこんにゃくに果汁等を混ぜて固めたもの。 食物繊維が多いこんにゃくの特徴に着目したものであり、ゼラチンを原料としたゼリーに比べて、かなりカロリーが低く、ダイエットに良いと宣伝されている。普通のゼリーは常温で溶ける場合があるが、こんにゃくゼリーは常温でゲル状を保つ。ラーメンやうどん等の麺類の缶詰だが、一般的な小麦粉の麺では、缶内のスープに浸かり続けると伸びてしまうため、 こんにゃくの麺が使われる日本国外、主にアメリカが死中国では、白滝がダイエット食品の一種として、パスタの代用品に利用されており、白滝ヌードル、白滝ヌードルの名称で販売されている。通常の白滝のほかパスタに見た目を近づけるために豆腐を混ぜた、豆腐白滝、豆腐白滝も販売されている。また、イタリアでは、 乾燥白滝がやはりパスタの代用品として、全パスタ、全パスタの名称で販売されている。布や紙等の防水、機密加工には、軟質のゴムや合成樹脂などが利用される。しかし、第二次世界大戦当時の日本では、東南アジア方面のゴム資源が得られにくくなっており、合成樹脂の大量生産は、技術的にも、経済的にも確立されていなかった。 そのために溶かして塗りつけると防水性、機密性を発揮するこんにゃくが、防水加工素材の代用品として盛んに利用された。耐久性こそゴムに劣るものではあったが、国内調達が可能なことが大きな強みであった。もともとは、和産などで、こんにゃくのりとして利用されていたものの応用だが、果ては、風船爆弾のような兵器にまで利用された。今日見られる紙製バルーンなどの密には、 こんにゃく芋原料の多糖類高分子素材ではないが、環境に配慮して生分解性のある素材が選択されていい。お化けや式や肝試しにおける恐怖演出の小道具として、こんにゃくが利用されることもある。糸などでこんにゃくをぶら下げ、通りかかる人の顔や首筋を狙ってぶつける。するとヒヤッとした、こんにゃく独特の質感で何とも言い難い景色悪さを与えることになる。 ただ、今日では、このような用法は、学園祭などのような、素人芸能的な活動以外ではほぼ見られない。食品であることから、もったいないとして忌避されたり、衛生上の問題があるためである。代用としては、保冷剤や濡れ布巾なども利用される。国内生産者保護のため、こんにゃく芋は、関税割り当て制度の対象とされ、安価な輸入こんにゃく芋には、 国内産より高コストとなるように高額の関税が課されている。2015年の一時税率267トン以内は40%、二次税率は2796円、キログラムである。ウルグアイラウンド合意によってこんにゃく芋の関税化が始まった1995年当時は二次税率の関税率は1706%に相当した。また、各年度において、 年度開始からの累積の輸入量が一定量を超えると超えた月の翌々月からその年度の終わりまで特別緊急関税と呼ばれる3728円キログラムの緊急関税率が適用されることが定められ2009年2月1日、2009年9月1日、2010年7月1日、2012年12月1日に実際に発動している自民党には ゃく農家の保護、育成のために活動するゃく対策議員連盟があり、群馬を地盤とする小渕恵三も会長を務めていた。2011年、当時の民主党政権の前原誠二外務大臣は、ゃく芋に交換税が設定されていることにつき、ゃく芋の大産地である群馬から出た自民党の総理が多いからだと発言した。 ただし近年は輸入品価格も上昇し、2008年は 1kg あたり800円ほどであったため、関税率は350%程度で、関税が適用されても輸入こんにゃく芋の方が安くなる場合もある。なお、こんにゃく製品の輸入は自由化されており、関税率は20.3%である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。